なぞって真似てみる。白紙の行がそこにある。友情なんて呼べるほど綺麗事で済むような、男と女じゃないことなど薄々感じていたけれど、今年の秋はいつもの秋より長くなりそうな、そんな気がして、優しさの扉を開ける鍵は眠れない夜がそっと教えた。心も体も開き合い、それから始まるものがある。それを愛とは言わないけれど、愛とは言えないけれど、あの夏の日がなかったら楽しい日々が続いたのに、今年の秋はいつもの秋より長くなりそうな、そんな気がして、春の嵐が来る前に暖かい風が吹く前に、重いことは抜き捨てなければ歩けないような、そんな気がして。